おはようございます。炎蔵です。11月22日、朝会よろしくお願いします。まずは自己紹介させてください。私、炎蔵と申します。シティバンク、スタンダードチャータード銀行で25年ほど、為替ディーラーやってました。その後、個人投資家やってます。 まあその合間にこんな感じで情報を配信させていただいてますので、この動画が良ければ、いいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますということで、昨日ちょっとドル高になりましたね。で、まあちょっとこれはテクニカルな部分だと思うんですが、ここまでちょっと CPI、逆 CPI ショック後、売られた部分の開始だと思うんですが、 材料としては中国の感染の規制強化でリスクオフのドル買いになったのではないかという説もありますね。これ、反戦指数ですね。昨日はまあ中国が規制強化するんじゃないかということで、中国株を下落しました、はいえー。あとはこんな感じですね。Fed ウォッチ、えーと。これ、昨日じゃないんですけど、金曜ぐらいから と一時、先週前半は、えー、ターミナルレート、うん、要は今回のフェドの利上げ局面で、えー、フェドがどこまで利上げをするのかというのがここがマーケットの予想になっているんですが、えー、これまで4.75から5がピークじゃないかと言われていたのが先週ぐらいから、えー、5から5.2ぐらいにピークが来ているということでこれも全般的にドルをサポートさせた原因なのかなというふうになっていますね。えー 12月に0.5利上げしてその後二2月にさらに0.5利上げして3月に0.25利上げしてそのまま維持して9月まで維持して来年11月に0.25利下げというのが今のところ市場が予想しているところですね。 まあそれに沿って若干ドルが上昇したというところです。あとはドイツの10月の生産者物価指数が前月比で2.3からマイナス4.2減少に転じましたね。これ予想0.9でした。前年比で見ると45.8から34.5に低、えー、上昇幅が縮小。予想は41.5でしたということでこんな感じになってますね。えっとまあ 徐々に物価がピークアウト感があるのかなということでフランス中銀総裁のビル・ロワ・ドガローさんもフランスと欧州のインフレは来年前半にピークアウトという話をしていましたね、まあ、それでユーロが落ちたというよりは昨日はユーロを下げしぶってて、まあ、ドル買い、ユーロ売りという流れ、ドル買いがあの材料だったのかなというふうに思います。 あとは、昨日指標があまりない中で、デイリーサンフランシスコ連銀ンン総裁ですね。まあ、これもいつも、これが好評だったんで、ちょっと顔写真入りというふうにしましょう。デイリーさん、この,この方ですね。デイリーサンフランシスコ連銀ンン総裁はインフレ抑制がなければ、長期金利というか、あの政策金利を5%超の利上げもあるということを言いました。まあ、ただ えと利上げに関しての配慮っていうのも必要だよっていうことで、まあ、これもあって、えー、米国株が後半に下げ渋ったっていうところもあるかと思います。一方、メスター,、えー、クリーブランド連銀総裁ですね、クリーブランド、えー、っと、どこでしたっけ、ここ4番ですね、ここですね、クリーブランドはね、えー、まあ、なんていうのかな、東部に近いところですよね。 はい、メスターさん、この方ですう。クリーブランド連銀ンン総裁は、12月から利上げ幅を縮小させることができるということで、ややハト派的な発言家だ,だったのかなという感じがしますね。あと、昨日大きく動いたのは、割と大きく動いたのは原油価格ですよね。はい。こんな感じになってます。結構激しかったですね、ここね。えー、ウォール・ストリート・ジャーナルの、えー、記事で、OPEC プラスが、 えー、これごめんなさい、えー、増産じゃない、増産ですね、えっと、増産をするのではないかというような観測記事ですね、まあ、それを出したために、えー、一時、この79ドル台だったのが75ド,ルの前、えー、75ドル27セントぐらいまで下落したんですね、まあ、その後、えっと、サウジの石油省が、うん、今の 生産計画っていうのは23年の末まで有効なんだよということでまあこういう話が出るのはあことは普通ないよみたいな話をして OPEC、えーえー、の増産報道をまあ否定する発言があって一気に下落分をこう。 埋め,埋,め埋めちゃったといいううか上昇しちゃったたっことですねただここのところあの原油価格はちょっとワネが重くって徐々に徐々にこう落ちてきてるわけですよね。まあ、これはあの冒頭で申し上げたように中国の、えー、規制強化による感染の規制強化による、まあ、経済活動の原則から需要が、えー、落ちるということでまあ、それもあってこう 原油価格自体は今、下落傾向にあるということで、まあ、ただ、昨日のこの下げがちょっと行き過ぎたのかなという感じがします。あと、米2年債4.51から4.56、10年債が3.8から3.84に上昇ということで、やっぱりじわりと金利が上昇しましたよね、まあ、ここら辺どうなんでしょうね、ちょっと下げすぎた分の開始である可能性はありますよね。で、ちょっと金利にしてみましょうか。 はい、2年歳もこんな感じですね、えーまあ、低下したんですが、やっぱりピーク、あのー長期あのー、利上げのピークっていうのは5から5.25って言って,る言ってるんで、やっぱりそこからさらに1%下っていうのは、ちょっと行き過ぎなのかなということで、これやっぱりじわりと戻って。 利上げを売り込んであればもう少し上昇する可能性はあると一方で10年債の方はあまり上昇しないというのはこれはそうい利上げをしていくとやはり来年は景気減速するんではないかというそういう懸念から さららにに長期のとところは金利ががそれほど上なないという構図になってま,すまあこれで、えー、今、えー、10年債は3.84%なんですけど2年債は4.56%ということで0.7%ほど2年債の方が高いという逆イールドが続いている、まあ、これ3か月ものもそうなんですけど、まあ、の逆イールドが続くと、えー、景気減速になる可能性があるよ、まあ、これは銀行が貸し渋ったりするっていうのも原因になるんですけど まあそういう懸念が出てきますよという話ですよね。あとは株を見ていきましょうか。3指数揃って下落ということで、ダ、え、ウ、ー、が0.13、ナスダックが1.09、SP500 が0.39の下落ということになりました。ただ、下落する中で、まあ即数は1.7、まあ半導体指数ですね。これは下落してるんですが、ビッグ数も若干下落してるんですよね。これ、 うーん普通株価が落ちるときていうのはビックスていうのは上昇するんですが、えー、むしろ低下してるこれ日経平均なんかもそうですね日経225の、えー、とオプションを見てもやっぱり、えー、上がってこないというのはやっぱり市場全体がもうあまりここからは株価、えー、と大きな変動がないんじゃないかということでむしろ オプションを売ってるうーん、もうレンジの方にかけてるっていう動きなのかもしれませんね。まあ、今週は、えー、明日東京休みですよねで、24日ニューヨーク休みで、25日も、えー、と取引が、えーまあぜえー、午前中だけっていうようなになるところもあるんで、これ債券市場と株によっても違うんですけど、やっぱり全般的に、あのー、うーん。 流動性が低くなってる参加者が少なくなってる可能性っていうのはあるのかもしれませんねはい、えー、とそんな感じでフィアグリードインデックスも変わらずということで62前日から変わらずですよね、うん、まあやっぱりまだまだ、えー、と株価昨日下落しましたけどマーケットはそれほど、あのー、懸念してないという部分があると。 でマーケットボラティリティもこれビックス落ちてますよね22.36%ということで株価下落にもかかわらずやっぱりここのところオプションがあ下落しているという形になっていますはいえー、とあと日経新聞で気になったところですがうん、えーまあ、ここの原油価格の話であるとか えっとそうですねまあディズニーの CEO が再登板ということでこれで昨日ディズニーに上がったんじゃないですかね一,一度引退したトップが、えー、っとまた呼び戻されたということでえー、っとやっぱりそのなんていうのかなこのディズニーも最近の環境が厳しいということでええー、今朝あまり いいいままちだっったたのをこう呼び戻したという感じになってますねあとは今朝の5本ということで、えー、サッカーワールドカップカタール大会のセレモニーに、えー、これはサウジの交代者がいて日本に来るのはキャンセルしたんですけど、えー、カタールには行ってたということでうーんまあ日本よりサッカーの方が重要というかサウジが2030年にワールド カップをエジプト、ギリシャと3カ国共同開催するというのを申請を検討しているというところでここで話しに行ったの可能性というのはあるのかもしれませんね。はいえー、っとあとはデイリー総裁ということでインフレ鈍化に向けて一段の利下げを進める中ということで、うんえー、まあそのような、あのー、そうですね デリー総裁の発言、先ほどここご紹介しましたよね、インフレ抑制がなければ 5%, 5超の利上げもと言ったんですけど、一方で、えーと、引き締めすぎになることの可能性というのも指摘したんで、まあ、ここら辺が株価が下げ渋った原因というところかもしれませんね。あとは、えー、と先ほど申し上げたように、えー 今の OPEC が、えー、実施している日量200万バーレルの減産は、えー、2023年末まで継続されるよっていうことを、えー、サウジのエネルギー事象が言ったんですね。これの前にウォール・ストリート・ジャーナルが、えー、増産するんじゃないかっていう記事を出したんで、まあ、それに対する否定だったということですねここですね。 日量50万バレルの増産を協議しているということをウォール・ストリート・ジャーナルが伝えたということでこれに対する否定で原油価格が戻ってしまったということですねあとゴールドマン・サックスは弱気相場は終わってないということで株価の弱気相場を予想しているとあとワールドカップカタール大会いろいろなものが出てますねここでねイランチームが イングランドの,の試合前のセレモニーで国家あ斉唱を拒否したということで、えー、とみんなあの歌ってなかったですよねこれは、えーとまあ、ちょっといろいろな意味で、えー、抗議活動が今サウジで出てて、えー、とこれの、えー、問題だったのではないかというふうに言われていますはいえっ、ー、とワールドカップの結果なんですが まあそれはどうでもいいかという方もいらっしゃるかもしれないんですけどおどうですかね一応見ておきましょうかね、えー、とイングランドとイランが6対2で、えー、勝利、まあ、この試合で、えー、イランの選手が国歌を歌わなかったということですねセネガルとオランダセネガル攻めてたんですけどねやっぱりオランダ強いですねあの失点されないで最後の、えー、とワンチャンス通知安ャンを生かしたということで米,と米国とウェ、えールズは1対1ということで うんまあ、ちょっとイングランドの選手も、えー、とこの試合が始まる前、膝をついて、あのー、抗議をしたということで、まあ、これは、まあ、ちょっといろいろな意味で、あのー、抗議をしたところもあるんで、まあ、これはちょっと今日はね、あれなんで、また週末でもお話したいと思います。でえー、例えばですね あのー、マーケットがちょっと静かになっちゃってるのは、そのように、あのー、今、えー、今週は変則的な各国の休みが続いてるっていうこともあるんですけど、例えばですね、ここですね、これ、ポンドの動きなんですが、えー、昨日イングランド対イランというのは、22時に、東京時間の22時に始まったんですね、やっぱりそうなってくると、こうやってマーケットがちょっと静かになっちゃいますよね。それまで結構 売られてててたんでですが一旦戻してこ,こで止まって、まあ、イングランドが対象だったんでこうポンドがやや買われたのかもしれないんですけど、まあ、これは冗談抜きにして多分この時間帯はあのー、イングランド中がサッカー見てたんだと思うんですよね、まあ、そうすると、まあ他の市場での動きっていうのはあるかもしれないんですけど少なくともロンドン市場の動きが、えー、と静かになってしまうんで。 まあここら辺為替という意味ではあのこういうふうにその試合がビッグチームの試合があるときに動きが出なくなってしまうっていうことはありえる結構そういうのあるんですよねあのイングランドで競馬があるときに結構動きがないよみたいなこともあるんでもちろん突発的なことが起こればそ,その限りではないんですけど、まあ、そういうことは意外にありますのでサッカーのワールド杯の影響っていうのは あのまあ、それでドルが動くとか下がるとか上がるとかじゃなくて、えー、とちょっとその間えっ、ー、とマーケットが動かなくなってしまうっていうことはあるかもしれませんで昨日なんですけどお話ししたようにドルインデックスが上昇してますの、ね、でこれテクニカルな問題だと思うんですけどやっぱりあの CP 逆 CPI ショックで売られて、えー、とドルが売られて105がサポートされてここまでレジスタンスだった これドルインデックスですか、107の25をこう抜けてきてるんで、まあ、全般的にちょっとドルの買い戻しが出てるというところだと思います。まあ、その中でドル円がやっぱり特にレジスタンスになってた140円の70、80を超えてきて、えー、上昇しているということで、まあ、一部本邦機関投資家の買いも出たんじゃないかと。 売られすぎてた、下げし、渋ってたところの、ね、ショートカバーが出たのかなという感じがします。まずは、ここですね、えー、2円の5万あたり、えー、落ちた後の戻り高値がどうなるかというところが注目かなというふうに思います。はい、ということで、この動画よければいい、えー、いいねボタン、チャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしますということで、えー、今日も頑張りましょう。